高波瀬風美とは、三重県松原市出身のフットゴルフ選手。FC 岐阜フ,フットゴルフクラブ所属。小学校高校卒業まで12年間は野球部に所属。立命館大学へ進学。大学2年生の夏にフットゴルフと出会う。運動神経を活かして、日本代表になれるようなスポーツをやってみろという、高校時代の先生の言葉を思い出し、 インターネットで探して興味を持ったのがフットゴルフだった。フットゴルフを始めてわずか半年でアルゼンチン W 杯に出場。2018年東海フットゴルフリーグを新設、運営。フットゴルフを普及するためにはフットゴルフができる場所が必要であり、フットゴルフが楽しめる環境を整えるためにも自分が先頭に立ち、東海地方での普及活動を行っていくことで、 東海地方から、フットゴルフを盛り上げていきたいという思いから、フットゴルフリーグを主催している。2018年、モロッコ W 杯に、日本代表として、出場2019年4月ジャパンツアー初優勝。2019年7月 FC、ギフフットゴルフクラブ設立所属。2019年10月、スクワーズ2019、サポーテッドバイ HR a s c h r エージェント。 フットゴルフチーム日本一決定戦2チーム、ヤングボーイズとして出場し、初のフットゴルフチーム日本一となる2019年12月、シールズオープン優勝。2019年4月群馬オープン2019年12月、第9回シールズオープン、第3回ワールドカップ。ありがとうございます。